どうもナムです。はい、ですね、この前ゼロワンドライバーでね、いろいろまだ全然紹介しきれてないんですけど、今回ね、結構ねプログラム好き出てるやつを買ってきたんですよ。はい、買ってきたんで、今日はちょっとね、まあ知ってる方も多いと思うんで、ちょっと今日はね、音声確認だけちょっとしたいなと思って。はい、俺まだそこまで聞いたことないんで、とりあえずバンバン音声確認だけして、どんな音声なのかちょっと確認していきたいと思うので、よろしくお願いします。レッツゴー、サクサクいきます。まずこれね、フライングファルコンからいきます。おい、変身。はい、まず1個目、フライングファルコンですね。これは夏のジオの劇場版でも使ってましたね。では次いきます。はい、続いてこちら、パンチングコングですね。これは、仮面ライダーバルカンが使ってるんですけども、テレビでは多分ね、ゼロワンは使ってないですよね。音声は聞いたことないんで、いきます。おお、これがパンチンコングの音か。なんかドンキホーテみたいなノリだね。なるほど、これがパンチンコングの音声です。はい、続いてはこちらですね、フレーミングタイガーいきます。はい、今のがフレーミングタイガーの音声でございます。なんか歌っぽいね。まあ全部歌っぽいんですけど。じゃあ次いきます。はい、ではこちら、バイティングシャーク、まあサメですかね。はい、次これでいきます。おお、キリキリ前、キリキリ前みたいなのがね、なんか最後コンクリートって聞こえたけど、気のせいかな。はい、今のがバイキングシャークの音声です。では次、こちらフリージングベア、これ白熊でいいのかな、いきます。アテンションプリーズって言ったら今、なるほど、こんなこと言うんだね。はい、今のがフリージングベアの音声ですね。はい、最後はライトニングホーネットですね。これはね、仮面ライダーバルキリーが使ってるプログライズキーです。まあハチですよね。うん、電気入ってるやつ。いきます。おお、蜂の顔だね。これがライトニングホーネットの音声でございます。これで一応多分一通り出てる、あ、でもまだあると思うんですけど、一応俺が持ってる
プログレス機の音声確認はこれで最後ですね。まだ売ってて買ってないのあるんですけど、とりあえずこれで全部です。はい、とりあえず今俺が持ってるねプログレス機の音声確認はやったので、まあまだね持ってないのもあるんで、それもねまた今後買ってから音声確認してみたいと思います。とりあえず俺が今持ってる分の音声確認はこれで以上になります。本日も見ていただいてありがとうございました。ちょっと早足になってしまったんですけど、ごめんなさい、申し訳ないです。じゃあ